今回はチェイナーの応用のお話をします。最初に自然言語処理を紹介します。これは英語でナチュラルランゲージプロセッシングといい、NLP とよく略されます。これは人が日常的に使っている言語をコンピューターに処理させる技術です。実はチェイナーはこの自然言語処理を得意としています。 ループする層を持つリカレントニューラルネットワークやそれの発展形となる LSTM をチェイナーは比較的容易に構築することができます。ただ実装するためには自然言語処理の背景知識が必要になります。チェイナーで自然言語処理を適切に実装すれば文章の自動分類や翻訳を行うことができます。次に価格の予測です。 これは価格の予測のモデルの例ですが当日の価格、1日前の価格、2日前の価格、3日前の価格を基に明日の価格を予測します。このように過去の値動きなどを元にして株価や商品の価格、不動産の価格などを予測するためのモデルを構築することができます。この際過去のデータもヒットしていても 未来の価格が予測できなくては意味がないので、科学習の抑制が要になるでしょう。なお、労力をかけてモデルを構築したとしても、予測が必ず当たるようになるとは限りませんので、ご注意ください。最後に DC ガンを紹介します。DC ガンは Deep Convolutional Generative Adversarial Networks の略です。 DC ガンはたくさんの画像を学習した上で新たにオリジナルの画像を生成することができます。DC ガンではジェネレーター、すなわちガ作者とディスクリミネーター、すなわち鑑定者の2つのニューラルネットワークを用意します。鑑定者は既存の画像及びジェネレーターが生成したガ作から学習し新作とガ作を見分けることができるように成長していきます。 そして、観作者はランダムなデータを初期値として観作を生成し、作成した画像を鑑定者に新作と判断させるように学習していきます。このように、観作者が鑑定者を騙そうとすることで、次第に本物らしい画像が生成されていきます。このように、ディープラーニングは画像認識だけではなく、画像の生成に応用することもできます。 他にも、チェイナーによるディープラーニングには様々な利用方法がありますので、興味のある方は調べて実装してみてくださいね。このコースをここまで受講して、基礎力が身についた皆さんであれば、きっとできるはずです。